新刊。何が何でも長編小説が書きたい。大絶賛発売中、鈴木喜一郎作家日記。今日のテーマは、適当にゆるく好きなものを話したい人に50の質問。この間100問やったらあんまりにもだらだら長かったので、もう50問でだったかだったかっそういう話をしていきます。適当にゆるく、 適当に、ゆるく、好きなものを話したい人に50の質問。はい。1、星座、獅子座です。2、血液型、A プラスです。えっと、ネズミです。好きなお花、花花、花、花、花,花、花,花。うんと、もらうのはあんまり気にしないかな。何でもいいです。<laughs> えっと、お祝いで人にあげるときは、知り合いにお祝いであげるときは、 あ真っ赤なバラの花が送るようにはしてます。好きなブランド。質問5。好きなブランド。ええー、と、ブランド <laughs> そんなものねえなーあ、でも、あれだな。ラルフローレンは、うん、まあ、割と使ってます。うんと、着るものはラルフローレン。うんと、普段には LLB を使うかな。LLB を着てます。ええー、と、 ジーンズを、普段に、あとジーンズは、そうだね、アメリカのものが多いな。うん、ジーンズはリーバイスだね。えっ、ー、とあ、パンツと、それからあと、うん、トラッカージャケットはリーバイスを使ってます。<laughs> リーバイスの511かな、うん。いや、やっぱりね、こう、うん、ブランド外すとさ、 タルンタルンになるんだよ。もう自由やユニクロがだんだん似合わなくなってきてるからね。はい、次です。6問目。うん、好きなアイスの味。ジャムカアン、ジャムカアンモンドファッジかなあ。そうでなければ、スガキヤのソフトツイストです。好きな柄、好きな柄 <laughs> 好きな柄は、まあ、無地理かな。好きな作家、好きな作家は、 そのあやこさん大好きです。えっ、ー、と、あとは繰り返し読んでるのは、そう、吉行ゆきじのすけは前週を買って、えー、コツコツ読んでます。んと、コツコツ読み返してます。好きな映画、くま、9、問目、えー、好きな映画、んと、クリント・イーストウッドのペールライダーって好きだね。これ何度も何度も繰り返して見てるなぁ。うん 好きな果物うんと、うん、そうだね。ま、みかん好きです。好きなお寿司のネタ好きなお寿司のネタ好きなお寿司のネタうん。そもそも寿司食わねえよ。好きなキャラクターバットマン好きですね。うん。うんと、お まあふ、中身が普通で金持ちだったら何でもできるぞっていう、ああいうところが、ああいう身も蓋もないところ大好きです。13、好きなジブリ映画。う、えー、んと、トトロ好きです。うん、なんでって言われても困るけど。14、好きな少年漫画。ああ、少年漫画と言っていいのかわからないけれども、あの、おうこつ、こち亀って好き、こち亀大好きです。好きな役者。 うんと、役者とはちょっと違うんだけども、ドブロック大好きです。うんと、なんか他人のような気がしないです。好きなドラマ、好きなドラマ、そうだね、ええー、と、海外ドラマ好きです。うんと、メンタリストがいいかな、サイモン・ベーカーがか、あの、おしゃれでかっこいいんだよね。えー 好きなテレビ番組。好きなテレビ番組。好きなテレビ番組。うーんと。安友のいたって真剣です。は、今、TVer でよく見てます。好きな芸人。うんと。ノンスタイルも好きだけども。うん、安友もいいかな。<laughs> あの、聞き上手なところがすごくいいです。うん、19問目す、うん。好きな歌手。好きな歌手 うん我々の世,世代だと、ももえちゃんとかせいこちゃんだけど、あ、石川さゆりがいいな。特に最近の石川さゆり、あの色っぽいところね、えー。20問目、好きなお菓子、好きなお菓子、好きなお菓子、うんと、まあ、毎週土曜日欠かさず食べてるのはポテトチップスです。うん、21、好きな男性アイドル、男性アイドル。 まずさ、アイドルそのものがよくわかんないからね。いやー、その、東京都 V6 の違いがわかんなくてさ、笑われたよ。好きな女性アイドル。うーんと、女性アイドル。いよちゃんとか古いよなぁ <laughs>、えー。23問目。好きな歴史人物。織田信長です。とってもたくさん稼がせていただいてます。24, 日24番。うん、好きなジャンル。 うんまあ、ああ歴史小説好きですうんと。ただ最近読まなくなったことねえなうん。好きな昔話、25、好きな昔話、好きな童話。いや、もう、昔話や童話はもういいよ。う,ーんこう,うーん 受講生、特に女性30代、30代じゃないな。女性40代、50代の、生まれて初めて小説書きましたっていう人が必ず書いてくるのは必ず自動書書いてくるので、もうお腹いっぱいだよ。うん、26、好きな教科。好きな教科 <laughs> 国語は好きだったねいい。何も勉強しなくてもそこそこの点数取れたからね。27、好きな国。 うんと、オーストラリアよかったなぁ。28、好きな香り。んうんと、ブルガリの香水は使ってます。うんと、人前に出るときには、そのブルガリのプールオームを使ってます。えー、っと、まあ大体何千円から8千円ぐらいのそんなに高くないものなんだけれども、うん、この間、あそうそう追加でこう注文しなきゃと思ったら、 ああ、ほら、今、円が安いからさ、1万いくらになっててびっくりしちゃったよ。29、好きな鳥、うん、好きな鳥いません。うんと、あ、でも、んなことないな。赤錬が可愛いかも。こう、トコ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 って走るところが可愛いね。30、好きなパン、うーんと、アンパン。うんとん <coughs>、情報するんだよね。えっ、ー、と、小説講座で、お昼ご飯 朝ごはんだな。あ、ちゃちゃっととりあえず、とりあえずお腹が空いてるときに、えー、何とかするためっていうのは、あの、とりあえずね、えー、っと甘いもの食べるときにはちょうどアンパンってちょうどいいです。31、好きなご飯のおも好きなご飯のお供。お目指しかな。 32、好きな野菜。まあ,あ、食べ物は好き嫌いはないので、何でも食べます、うん。人間の食べるものなら何でも食べる。人間の食べるものならね。33, 好きな時代。んと戦国時代は読むのは好きかな。34, 好きな日本語んと。生きてるだけで丸儲け。 35. オンオン好きな英語。This is a pen.36. 好きなことわざ。好きなことわざ。人生なりたいようになるとは限らないけれど、なるようにはなる。僕が作ったこと,ことわざです。37. 好きなお店。んーと こう今日ちょうどツイッターでその話題になってたけど、取締役がアンポンタンだけど、美味しいよね。吉野家大好きです。好きなディズニープリンセス知らねえよ。39、好きな色、赤ですあ。必ずなんか赤いものを身につけるにはしてます。40、好きなケーキ、好きなケーキ、好きなケーキ、チーズケーキかな好きな時間、 うんと、うん、原稿書いてる時かな。四十二、好きな季節。うんと、秋はやっぱり気持ちいいよね。四十三、好きな調味料。好きな調味料。味噌とか醤油とか四十四、好きなラーメンの種類。天下一品のコッテリ。あれはね、もう、この年になってもスープごとごっくんといけちゃうね。 えー、45、好きな丼の種類。吉野家の牛丼です。うん、46、好きなパスタの種類。うんとね、うん、マリノだったかなの、あの、うん、腰の強い生麺の、生麺か。あとは自分でやるときにはね、自分でさっと茹でて、えー、あと、 オリーブオイルをドブドブドブっとかけて、それだけで食べるっていうのが好きかな。47、好きな中華料理。んと、日清のチキンラーメンです。えー、っと、48、好きな映画監督。んと、クリント・イーストウッド好きです。ワン、リテイクなし、ワンテイク。えこうお、コストをかけない。予定ど、スケジュール通りやる。ん,んで、えー、確実に、 最低限面白いものを作る。で、面白いものは面白い。で、あと、本人が主演するっていうところで。まあ、あのー、クリント・イーストウッドのメイキング映画って結構小説家と通、あのー、共通するところがあるので、えとか法とか思いながら見てます。49、好きなスポーツ、合気道25年やってました。うん、25年やってて三段だからさ、大したことねえな。 えっと、50、うん、好きな顔のタイプ、好きなた顔のタイプ。そうだなぁ、ショートボブでちょっと気が強い目で手足が細く長く。<laughs> それは好きな女のタイプだよ。うん、というところで、あ、ちょうどいいね。この、これで11分ちゃんとクリアしました。うん、適当に緩く好きなものを話したい人に50の質問。えー、というところで。 どうでもいい話でごめんなさい。この番組では皆様からのお便りご質問を募集しています。マシュマロという匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。鈴木一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正師賞、オールエムモノ新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。 受講申し込みや概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube をキーセッションにサウンドクラウド、アッ Apple Podcast、Google Podcast、Spotify などの Podcast プラットフォームでも配信しています。というところで今日の鈴木喜一郎作家日記、思いっきり雑談でした。適当に緩く好きなものを話したい人に50の質問。ではでは、そんなところで、ではではでは、失礼します。